長飛炎は全漢制定の皇后。元名をよろししと称した。生死である患者での長飛炎に関する記述は非常に簡単なものであるが、廃詩においては美貌をもって記述されており、優れた容紙を表現する観光へつばめやせのつばめやせが示すのが長飛炎である。その出生は非戦であり、幼少時に長安にたどり着き、豪を飛炎とし、下部の検算を積み、 その美貌が、聖帝の目に留まり、皇宮に迎えられた。皇宮では、聖帝の調和受け、さらに妹の長合徳が将棋としている見やされる、ことも実現している。聖帝は、長飛縁を皇后とすることを計画する。大号の強い反対を受けるが、大鳥義美三年にもと皇后を配立し、永は元年に立候が実現した。聖は二年。 聖帝が放御すると事態が一変する。聖帝が休止したことによりその死因に疑問の声が上がり、妹の長豪徳が自殺に追い込まれている。こうした危機を迎えた、長被縁であるが、自らの子がなかったため、相手の即位を指示。これにより、相手が即位すると皇太後退号としての地位が与えられた。しかし元言武器年に、相手が放御し平見門が即位すると、 支持基盤を失った、超飛縁は、大物により、喪失を乱したと断罪され、交代后から、後世皇後,后へ降格が行われ、さらに諸人に落とされ、間もなく自殺した。ありがとうございます。